郵政グループ3社が東証一部に同時上場しました。注目の初値は日本郵政が1631円をつけるなど、いずれも売り出し価格を上回りました。初値で計算した3社合計の時価総額は国内トップのトヨタに次ぐおよそ16兆円と巨大グループの誕生です。中継です。関係者からは1回目は失敗できないと郵政上場への強いプレッシャーが伝わってきていましたが、出だしは好調なようです。最も初値の上昇幅が大きかったのは売り出し株数が少ない官保生命で3割増しとなりました。1987年の NTT 上場時の初値の値上がりとほぼ同じ水準です。株、1株買われた、当たりました。どちらの日本郵政いいと思うんだけど、まあ、やっぱり市場の期待というのが非常に高いということの表れだと思いますし、まあ、日本経済の起爆剤になるんじゃないかな。証券関係者によりますと、事前の株式の申し込みの倍率は全体で日本郵政やゆうちょが3倍強、官保は10倍強に上る人気ぶりだったということです。また今日の日経平均株価の午前の終値は400円を超える値上がりとなりましたが、郵政がマーケットの起爆剤となるのかはまだ不透明です。